SNS でちょっとこう燃やしてる問題について、はい、一応教えてもらっていいですか、はい、これ全て愛情だということなんですよね。燃やしてる風だけど、うん、逆に火消しですよね。火消しですよ。だから私で良かったと思った方がいいですよなるほどっすね。おはようございます。東京朝6時57分ですかね。ちょっとこの後ね、鉄人社長っていうですね、上場企業の CFO もされたり、事業を1円で買ってその後売却したりですね、かなり敏腕な経営者の方がいて、その方と撮っていくんですけど、ちょっとね最近 X で若手の経営者を燃やしてたんですよ。ちょっと燃やしてそれどうなのって思った反面、その人に聞いたらなんか理由があったんで、その辺も聞いていきたいなと思ってます。でその方ね、鉄人社長というだけに朝から結構活発的に活動されてるみたいなんですよね。なので今ね朝7時ですけど、ここ恵比寿ガーデンプレイスのクラピラディスの前でですね、待ち合わせしてこの後撮っていきたいと思います。これ東京暑いっすね。お疲れ様。おはようございます。おはようございます。朝早くからありがとうございます今日はよろしくお願いします。お願いします。朝7時です。7時です、はい、鉄人社長にふさわしい、はい、ですね。私4時から起きてます了解ですはい、おはようございます。おはようございます。今回はですね、小塚社長と取っていきたいと思うんですが、はい、1円で事業を買って、はいはい、それでまた5年温めて伸ばして売却されたりとか、はい、鉄人社長っていう形で YouTube チャンネルもやられて、はい、朝から本当活発的に動かれてたりとか、はいはい、あと上場企業の CFO もやられてたんですよね。はい、はい、そうです。やってました。であとやっぱ聞きたいのが、最近 X で、はい、ちょっともう経営者を燃やしてた、はい、そのなんかところの理由をですね聞きたいなと思ってます。じゃあ、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。軽くそうですね、自己紹介お願いできます。小塚翔吾と申します。上場企業で CFO をやってまして、まあ、それまではですね、割とその再生系のですね上場企業を渡り歩いて、で大体そこで上場企業の管理業務を極めまして、まあ、その後にテラというですね、まあ、今はもう上場廃止になって、まあ、ここも結構燃えたんですけども、まあ、この会社の CFO として着任をして、その後にですね、そのテラ社の子会社に製薬企業だとか大学病院から治験業務を受託する、いわゆる治験コンサル、世の中では CRO という業界なんですけども、うん、まあ、その CRO 業をですね子会社としてやってて、その事業を、まあ、1円で譲り受けて、つい先日無事売却ができたという流れになっております。鉄人社長というのはですね、一時期クラブハウスというの音声の SNS が流行ってたかと思うんですけども、まあ、それをですね朝5時から毎日1日も欠かさずやっている来たんですよね。でそれが3年間ぐらいやって、まあ、3年間ずっと朝5時やってた。朝5時休まずやってた。すげえな。4時半ぐらいに起きて配信をやって筋トレをして仕事をするみたいな、うん、で夜も結構遅くまでなんか打ち合わせやったりとか飲んだりとかしてるんで、小塚さんいつ寝てるのというところから、鉄人だよねって言われて、いつの間にか鉄人社長って言われてたんですよ。あ、なるほどね。私の自称ではないです。あ、なるほど。多少で多少です。まあ M&A のところも聞いていきたいんですけど、はい、やっぱその前にみんなが今旬だから、 SNS でちょっとこう燃やしてる問題について、はい、何があったら、まあ、X 見れば分かるって話なんですけど簡単にどういうことなのかちょっと一応教えてもらっていいですか。はい、基本的にはシンプルに言うと、これ全て愛情だということなんですよね。ただ、まあ、私に言われてるうちはまだいいんじゃないのって思ってます。ほうほうほう。私がこうどうされたとか、私に対してどういう態度だったとか、そういうのってあんまり気にしてなくて、うんうん、それはその場その場で個人に注意するだけなんでいいんですけども、まあ、そうじゃなくて、もう私以外のいろんな人たちがやっぱりそういうふうに、あいつ大丈夫かというふうに話をされてるので、うんうん、皆さんを代弁して私が言った方がすごく簡単に収まるのではないかなという意味もあるんですよ。燃やしてる風だけど、うん、逆に火消しですよね。火消しですよ。だから私で良かったと思った方がいいですよなるほどっすね。やっぱりこう、私もいろんな友人がいて、うん、いろんな人にこう幸せになってもらいたいので、うん、適正にですね。なんで、まあ、言うべきところは言っていくと、うん、でこの鉄人社長というのがもう一つ、まあ、その朝早起きしていつ寝てるかわからないっていうところもそうなんですけど、うん、やっぱりこう言わなきゃいけないことを発信していくっていう、うんうんうん、それも私の一つの、うん、信念だったりするので、なるほどなるほど、まあ、やっぱりここはきちっと言ってですね、気を引き締めてもらいたいなという意味も込めてあれを言って、別に何かこう彼の事業を邪魔したいとかですね、そういったことは一切考えてなくですね、まあ、私でよかったんじゃないのというふうに思ってですね、これから反省して頑張ってもらいたいなというふうに思ってる感じですかね。なんかあれ顧問先なんです。だから株主とか、うん、それともなんかどっか出資してるところから、うん、小塚さんちょっと見てくださいみたいな感じで、いろんなケースで入られ
られてるのかなと思うんですけど、はい、それで合ってます。今回はもともと社長とは知り合いだったので、うん、あ、はいはいはい、まあ、流れでお手伝いしますっていう風になっただけなので、まあ、紹介っていうわけではないですけども、うん、まあ、そういったパターンも結構ありますね。なるほどね。他にその個別で聞いてて、はい、あ、こういう理由は確かにあるなと思ったのが、未上場で、上場 も目指してるけどまだ N3 までも行ってなくて、うん、監査役も入ってなくてガバナンスがそこまで効いてないようなまだ状態のところで、株主からこう、小塚さんすいません、ちょっと入っていろいろ経営陣、まあ、特に社長を見てもらえませんかっていうケースでもうお願いされるっていう話聞いたんですけど、はい、それ合ってます？はい、結構あります。僕は出資する側だったら、はい、大丈夫かなみたいなって報告は受けるけど、うん、ちょっと荒いなとか、うん、なかなか連絡取れなかったら組織をちゃんと見て、はい、ダメなとこはダメで正してくれる人が中に入ればいいなと思ってて、はいはい、そういう意味ではなんか小塚さんのニーズってやっぱ一定数あるんじゃないかなと思ったんですよ。最近増えてきてます、問い合わせが。投資してる会社先の会社がうまくいってないと、で特に社長からの適正な報告がないとか、うんうん、まあもう結構ひどいケースになると、自分の会社に出資していただいたお金をこう逃がしてるやつがいたりとかマジで、そんなところに出資すんなよって思うんですけども、はいはいはい、まあ両方ですよね。まあその投資してる側にもきちっともうお話を言うべきことは言いつつも、うん、まあ特にその出資受けてる側の社長とか会社に入って、うん、まあ、将来考えてるんだったらここちゃんとした方がいいよというのを彼らになり変わってもうズバズバ言っていくという役割は、私はできるかなと思ってまして、まあ、やる人があまりないんで需要結構あると思います、うんうん、確かにね。よくベンチャー企業の経営者あるあるで事業伸ばすとか勢いはあるけれども、うん、そのバックオフィス関連とかファイナンスがちょっとおろそかになってる経営者って、うん、まあ、比較的多いじゃないですか、はい、まあ、だから管理本部長が入る前とかは、はいはい、そこに小塚さんがコンサルで入ってここは違うみたいな、いや、それは指摘経費だからとか、はい、いろいろそういうのをチェックしてくるわけですね。そうです、そうです。だからそう聞いたらニーズあるし、うん、正しいと思うんですね。はい、お金の使い方ですよね。その私よく言うのが、赤を掘ってこう一気にお金を調達してね、こう J カーブをこう描いていくみたいな話って結構あって、で私それでいいと思ってるんですよ基本的には、うんうんうん、ただ投資する側もなんかこう投資しっぱなしで、まあ、要はハンズオフっていうのかな、で出資受ける側もなんか口を出されたくないみたいな経営者って最近多いじゃないですか、うんうん、えそんなのいいのって、子供かよみたいな、口を出されたくないけどお金は欲しいみたいな、あ、はいはいはい、そういうやつ多いじゃないですか、はいはいはい、まあ、そんなやつ見たらもう歯がいじめですよ俺大丈夫かなとちょっと思ったんですけど、いやちゃんと報告はしますよ株主報告は。あ、それそれ決算書とかやってるとか、あとその、はい、会うための状況とか、はい、あと動画使ってやってるんですけど、はい、まあ、会社によっていろいろあるじゃないですか、はい、小塚さんが思う、こう出資受けたら株主に対してどの流度でどういうのを報告は最低限やるべきか。まずは月次の決算の報告はすべきかなと思います。月次で、はい、あと週次で経営ミーティングって週1とかは普通はやってるでしょうから、うん、うんうん、やってます普通はやってますから、うん、まあ、そこを逐一株主 の、まあ、その代表的な人にきちんと報告をするというのは、うん、まあ、やるべきかなと思ってて、基本的に自分で稼いだことないお金って使い方はわからないですよだから調達したお金に関して、調達、そう、人のお金なんで、お仕事をやらせていただいてるということの感謝があれば報告はマストだと思います。言われなくても、ね、月次はね、はい、まあ、確かに月次でその数字出るからクォーターに1回とか半年に1回でもいいんじゃないかって思うんですけど、はい、それはどうなんですかね。まあ、事業にもよりますけどね、はい、なんかまあそんなにすぐ売り上げが立たないとか、うん、ただなんか例えば 2,30 億調達して半年経って気づいたら15億消えてましたとか、そういうことだってあるじゃないですか。それは確かにね、自分で稼いだことのない持ったことのないお金を手にしちゃうとやっぱり他が外れるんですよ。でちょっとなんか俺結構金持ってるぞみたいな、私ってそういう人をこうヘッドロックして、うん、お前ふざけんなっていうキャラ設定なのか、うん、そういう経営者に会うことが多いっていうか小塚さんが会社入ってきたらもうビクビクですよこれも。いやビクビクですよ、いやビクビクした方がいいですよなるほど。でやっぱりね、大人になって注意ってされないじゃないですか、怒ってくれる人、うん、まあ、いませんよね、うん、で特に若くして社長とかになると自分より上ってその投資家以外いないわけですよ、うんうんうん、自分の親とか以外は。だから注意してくれる人をきちっと隣に置くっていうのがうまくいくポイントだと思いますよ。そうっすね、やっぱり客観視していただく、うん、でそういう意味では受けたお金は大切に使っていくと。でその時にお金の使い方とか管理の仕方とか、うん、お前今
のこのコスト大丈夫みたいなのを逐一うるさく言ってくれる人が一人いるだけでいいんですよ。なるほどなるほど。耳が痛いなって思ってる人多いけど、お金を出す側からすると安心するなっていう。そうですそうです、うん、だからどっから見るかによって景色変わるなっていう感じがしますね、はい、そうなんですよ。だからハンズオフと言いながら、うん、私を入れてちょっと音寄りにするみたいなのはありかなと思ってますけど、うんうん、なるほどなるほど。ファンドさんとか、まあ、別にファンドに限らずですけど、はい、出資先をちょっとパトロールしてほしいみたいな人いたら、まあ、概要欄にあの小塚さんの X も貼ってますんで。いやもうあの初日からやりますんでこれ起業家から新しく、じゃあその株主からちょっとこのコンサルさん入れてくださいって来て小塚さん来たら超ビビりますよ。いやビビってくださいマジででもね、一方で今度起業家サイドの考え方でいくと、はい、事業それじゃあ伸びませんっていう人もいるかもしれないじゃないですか、はい、いやちょっともう事業に集中したいんでみたいな、そこってどう思います、うん、まあ、事業に集中したいんでっていうのはまあ言い訳かなと思いますけどうまくいってたら別に私入る必要性ないんで、そもそも。あ、なるほどね。うまくいってるところから声はかからないですだから私が、うん、私とこう例えば交流会とか何かのきっかけでなんかこう知り合うじゃないですか。で、あ、いいねいいねってなって、いいねいいねで終わっちゃうんですよ、うんうん、なんかあった時いろいろ情報交換してくださいとか助けてくださいっていうのはあるんだけども、がっちり入ってくださいっていうのは基本的にいい会社ではあんまりないです。いや逆に私行かない方がいいって断ってますいや分かりやすい、はい、世の中の投資家の人たちにの救世主ですね、うん、俺はもう言えない、今更言えないけど小塚さんだったら言ってくれそうだみたいな確かにね、確かに。前その投資先でも全然ダメな会社があって、うん、約束してたことを1週間後にやってなくて、で私ムカついて何やったかというと、今から全株主を集めろって言って、うん、2時間後にお前の解任決議をやるからってやったことがあって、うん、怖っ。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A そして IPO を勉強しませんか。将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。